意外と知らない雑学。2020年から軽自動車の自動車保険料の仕組みが変わります。損害保険料率算出機構はこれまで一律だった軽自動車の自動車保険を3つのクラスに分けることを発表しました。それによって2020年からは軽自動車の保険は自動車の形式により3段階に分類されることになります。3段階のクラスの真ん中にあたるクラス2は現行の保険料率と同じです。保険実績に優れたクラス1はクラス2よりもルート2分のみですが保険料が安くなります。保険実績が悪いクラス3はクラス2よりも 1.2 倍保険料が高くなります。現時点での軽自動車の年間保険料は4万から5万円程度です。要するに2020年からは安全性能に優れたクラス1の車種を選択すれば現在よりも保険料が数千円程度安くなることが見込まれ、逆にクラス3の軽自動車を選択した場合保険料が高くなるということです。また現行では全ての車種について衝突被害軽減ブレーキが装着されている場合保険料が 9% 割引になりますが、2020年からは AEB による割引は発売後3年以内の形式に限定されます。このことについては発売後3年を経過すると保険実績の蓄積が十分になり AEB によるリスクの軽減効果がクラスによって適切に評価できるようになるためとしています。自家用普通乗用車や自家用小型乗用車ではすでに AEB による割引は発売後3年以内となっていますので、軽自動車もそれに合わせるのは自然な流れなのかもしれません。普通小型乗用車は17クラスに分類される。2020年からは普通小型乗用車の自動車保険の制度も見直され、9クラスだったクラス数が17クラスに分類し直されます。一番安いクラスと一番高いクラスの保険料差はこれまで通りの約 4.3 倍で変化はありません。しかしクラスが増えることにより一つ上のクラスとの差は 1.2 倍からルート2に縮まります。クラス数が増えることによりこれまで以上に自動車の形式による差が現れやすくなりますので、自動車選びの際には注意が払われるようになるでしょう。最終的な保険料は損保会社が決定する。それでは最後に損害保険料率算出機構が決めた自動車保険参考純率が実際にはどのように自動車保険の価格に反映されるのかを見ていきましょう。損害保険料率算出機構は損害保険会社が共同で利用している組織であり、機構は会員である損害保険会社から事故などのデータを収集し自動車保険参考純率を定めます。各保険会社は自動車保険参考純率をもとに自社の判断で経費などを含めて対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者障害保険、車両保険などの自動車保険料を決定していきます。そのため乗っている自動車のクラスによって保険料は大きく影響を受けますが、最終的な保険料の金額は損害保険会社ごとに異なるということです。2020年の仕組みの変更を機会に自分の乗っている車種のクラスの確認や自動車保険の見直しをしてみると良いのではないでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。